皆さん、こんにちは。今日の物語のタイトルは、川はなぜ泣くのかです。これもアクバルとビールバルのお話です。雨の季節でした。毎日3、4時間、激しい雨が降り続きました。時々、雨は止む気配さえないような降り方をしました。アクバル皇帝の宮殿は川岸に立っていました。ある夜、アクバルはビールバルと一緒に宮殿の屋上でブラブラしながら話をしていました。荒れ狂う川の音は二人の会話を妨げていました。アクバルとビールバルは下を流れている川を見ました。雨で溢れそうになったヤムナー川はとても速いスピードで流れていました。川の水の流れはとても大きな音を立てていました。夜の静けさの中でその音は何倍も大きく聞こえました。皇帝はビールバルに言いました。この川は泣いているのか、それとも嬉しくてはしゃいでいるのか。ビールバルは皇帝の話が聞こえなかったふりをしました。けれども皇帝は答えを知りたがっていました。ビールバルは下に降りて川の音を聞いてみましょうと言いました。二人はブラブラしながら下の川岸に着きました。川の近くではただ水の流れる音と水が岩にぶつかる音しか聞こえませんでした。魚も川底の石も木々も鳥たちも眠っていました。なのになぜそんなに音を。皇帝はまた言いました。ビールバルは考えました。こんな時間に川が嬉しがっているはずはない。それなら川は泣いているのか。だとしたらその理由は何だろう。ビールバルは再び考えました。そして答えを得ることができました。皇帝陛下、この川は泣いてもいるし喜んでもいます。アクバルは聞きました。だがなぜ。ビールバルは答えました。川は自分の両親、つまり高い峰々に分かれて自分の夫のうち、つまり海へ向かっているのです。実家を離れるのが悲しいのです。それが川が泣いている理由です。一方ではしゃいでいるように聞こえるのは、夫の家へ行く幸せを表しているのです。ビールバルの聡明さを見て、皇帝は満足しました。そしてビールバルを褒めました。二人は話をしながら宮殿へ帰って行きました。今日のワンポイントレッスン。今日のワンポイントレッスンは、プレインフォームプラス振りをする。エクセプション、ナージェクティブな、ナウンの振りをする。意味は、to pretend。本当は違うけど、そのように見せるという意味です。レイ、妹は父に怒られるとすぐ
泣くふりをする。本当は泣いていません。でも、泣くふりをする。本当は知っているけど、知らないふりをした。友達が呼んでいたけど、聞こえなかったふりをした。彼は寝ているふりをしている。本当は寝ていません。でも、寝ているふりをしています。子供の時、学校に行きたくない時、お腹が痛いふりをした。恋人の料理は美味しくなかったけど、美味しかったふりをした。彼は本当は病気だけど、元気なふりをしている。本当は元気じゃありません。でも、元気なふりをしています。彼が好きだが、好きじゃないふりをした。彼はもう元気になったけど、病気のふりをしている。もう元気になりました。でも、まだ病気のふりをしています。ビールバルは、皇帝の話が聞こえなかったふりをしました。本当は聞こえていました。でも、聞こえなかったふりをしました。今日はここまでです。